サッターアベニュー駅は、ブルックリンク、ブラウンズビルとイーストニューヨークの境にあたるバン、シンダーンアベニュー、サッターアベニュー交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅である。終日 l 系統が停車する。サッターアベニュー駅は、相対式ホーム2面2線の高架駅で、1906年12月28日に、開業した。エントランスは、高架下の地上駅舎にあり、 バンシンダーンサッターアベニュー交差点の北西角に面している。駅舎には自動改札機とトークンブース、各ホームランタンに出る屋根付き階段が設けられている。駅舎は20世紀初頭のブルックリーンラピット、トランジットの前身の建築様式の縮図といえる、もので華やかなりし、コロの鉄製金具がホームランタンの下に設けられた趣のある木造の横断通路を飾っている。 サッター・アベニュー駅は2006年に改修され、ホーム北端の一部を除いて、ホーム全長にわたって、ベージュの防風壁と赤い屋根が設けられた。これらは緑に塗られたフレームで支えられている。また、ホーム内側には、黄色い展示タイルで警戒帯が設けられた。高井小野田が制作した、ザ・ハビタット・フォーザ・イエロー・バードと題する花を描いた、ステンドグラス作品が防風壁の窓に展示されている。 駅の北側で、カナーシー線の高架は二つに分かれ、一方はバンシンダーンアベニュー上、もう一方は S 字カーブを経て一ブロック東のスネディカー、アベニュー上にかかっている。この S 字カーブは75度ほど曲がっており、ニューヨーク市地下鉄で最もきついものの一つである。これは、フルトンストリート高架線の高架をアンダーパスしていた頃の名残で、同線はここで東に曲がって、 シティラインを通り終点のピトキンアベニューに向かっていた。日本の硬貨は北のアトランティックアベニュー駅の別々のホームにつながっていた。1956年にフルトンストリート硬貨線が廃止された後もカナーシー線は従来の硬貨を使い続け、フルトンストリート硬貨線の硬貨は使われないまま残った。2002年から2004年にかけて、 スネディカーアベニュー上の高架は廃止され、カナーシー線の北高線はアトランティックアベニュー駅の西端の島式ホームを南行線と共用するように経路変更された。2003年から廃止された高架の撤去が始まり、2005年に完了した。現在では l 系統の北高列車は以前より緩やかなカーブで西に曲がるようになり、運行速度も改善されている。 ありがとうございます。